皆様本日は、年度末の中お忙しい中お祭り前にいただきましてありがとうございます。それではただいまから令和4年度地域おこし協力隊活動報告会を始めさせていただきたいと思います。本日の司会を務めます魔術クイズ推進課長の佐々木でございます。よろしくお願いいたします。ここで本日の進行についてご説明いたします。当報告会には佐々木市長も出席しておりますが、挨拶は公表を兼ねて後ほど行ってもらいますので、この説明後すぐに活動報告を行います。活動報告は1人20分から25分程度とさせていただきます。隊員への質問や意見については各隊員の発表後その都度受けたいと思います。また休憩は特に設けませんので、各隊員の発表の合間などに各自お問いいただきますようお願いいたします。それではお待たせいたしました。それでは初めに2年目の、今野俊哉隊員にお願いいたします。それでは、地域おこし協力隊2年目今野の活動報告をさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。はい、本日は自己紹介をさせていただきつつ、 LINE についてと救急のアプリケーションについてご説明させていただきます。改めまして今野です。前職は消防士救急救命士でして、その活動の後 JICA 海外協力隊青年海外協力隊ですねとしてフィリピンで消防士として培ってきた知識や技術を生かした活動をしていました。2年間いる予定だったんですけれども、新型コロナウイルスの影響で早々に日本へ帰国し、活動がリモートになってしまったので、日本にいながら世界中の人の役に立てる方法はないかと考えた時に、 IT の技術を使えばどこにいても世界中の多くの人に役に立てるのではないかと思い、八幡平市で開催されているスパルタキャンプに参加しました。スパルタキャンプでは3ヶ月間八幡平市に滞在しまして、起業家支援センターを中心に面白い人たちがたくさんいたので、私も八幡平市で楽しいことがしたいと思い八幡平市へ移住しました。ずっとやってきた防災の知識と学んだ IT の技術を生かした活動をしたいと思って、八幡平市が抱えている課題は何か模索しているときにですね、防災無線が聞き取りにくいという課題を見つけました。この問題を解決するために重要なことは、テキストでいつでも見られることと、防災無線のように通知が来なくてはならないなと思っていました。そんな時に LINE なら解決できるなと考え、八幡平市の公式 LINE を開発させていただきました。ということですね、昨年の4月に、一般の市民の皆様へリリースさせていただき、約1年間で2000人ほどの方々にご利用いただいております。実際に運用し始めてからいろんな人から意見をお聞きしました。例えばどこにいても情報がわかるからすごくありがたいですとか、八幡平市を、高齢の方はスマホはほとんど使えないけど LINE は使えるから情報を見れてとてもいいとおっしゃってました。でこちらの、八幡平市を離れた方も、実家のある八幡平市の情報を離れていても見られるからすごくいいとおっしゃっていました。それから、現役の消防団の方からは、岩手モバイルメールの情報が自動で火災があったことをお知らせしてくれるからすごく助かっていると聞いています。この自動化技術は私の独自技術で、ありがたいことに非常に好評をいただいております。配信する側の市役所の職員さんも、情報発信に対して気持ちが変わったと、もっとたくさんのことを配信していきたいと、ポジティブな内容をいただいております。ただ一方ではこんなネガティブな意見も多くいただいております。情報が入るのはすごくいいけれども、興味ない情報がたくさん来ると、うるさいと、自分が欲しい情報を選択したい
と意見をいただいております。ですから欲しい情報だけを配信するアプリケーションを今開発しています。実装はほとんどできていて、来年度にはテストを実施していく予定となっています。こちらに映っているこのスマホのような画面が今後追加されていく予定です。配信する側の画面はこのようになっています。この LINE を使えば、さまざまな箇所に応用することができます。例えば、コミュニティセンターの情報発信ですとか、体育教科さんの情報発信や、それから、学校からのお知らせを、保護者とか、そういうところに連絡することが、可能となっています。それでは、絞り込み配信のデモンストレーションをさせていただきたいと思います。お手元にこちらのデモンストレーションのチラシがあったかと思います。お友達登録と受信設定はしていただけたでしょうか。今日はですね、時間の関係で今13時41分頃に登録した内容だけが、山の名前が書いてあったかと思うんですけれども、登録した山の内容が13時41分頃に届く予定ですので、お手元のスマートフォンで確認いただければと思います。受信設定のイメージはこのような形になるんですけれども、もしいろんなところで使ってみたい方がいらっしゃいましたら、ご連絡いただければ幸いでございます。今後の LINE の開発なんですけれども、今まで開発してきたこの防災の自動化技術と、先ほど発表したこの絞り込み配信の他に、予約システムや、会員証、ポイントカードなど、 LINE をもっと便利にするものを開発していきたいと思っています。それの活躍できるシーンとして、予約では病院だったり歯医者さん、美容室、ガソリンスタンド、レストランなど、さまざまな予約システムに対応したものを作りたいなと思っています。それから会員証を作って、そのレストランでも使えたりとか、あとはその観光案内とか欲しい情報を選択して、観光案内も受けられるようにしたいなと思っています。はい、続いて、救急のアプリケーションについてご説明させていただきます。昨年の報告会でも少しお話ししたんですけれども、救急のアプリケーションも開発しています。この救急のアプリケーションのアイデアで、コンテストに出場してきました。今回出場したテストはスパーク東北というピッチコンテストで、総務省主催のビジネスコンテストです。具体的には ICT スタートアップの充実と活性化を目的としたプラットフォームになっています。では、どんなアプリケーションかを発表したかといいますと、救急隊のアシスタント AI、エマという内容で発表させていただきました。具体的にどんな内容かといいますと、こちらの左側に映っている、複雑な救急隊の機器を、iPad にまとめて、かつここの赤く書いている、リコメンド機能を入れて、活動に対するリコメンドしてくれるアプリケーションにしたいという発表をさせていただきました。実は、ここだけの本当にここだけの話で、アプリケーション自体は結構できていて、ここでデモンストレーションをしたいところなんですが、もう少しだけ完成度を高めさせてからより発表したいと思っていますので、ここではざっくりとした説明だけにさせてください。はい、それで出場したコンテストでは、書いてあるこちらの4つの賞を受賞することができました。なので、これからももっと気合を入れてアプリケーション開発に勤しみたいと思っています。このアプリケーションは、救急以外でも使用することを想定しています。例えば介護施設だったり、学校の保健室、訪問診療や医療マース、遠隔診療など、さまざまなシーンでの想定を、利用を想定しております。またきっかけとなった海外での整っていない救急現場にも導入することを想定しています。この左側の写真は、
実際に僕はフィリピンにいる時に乗っていた救急車の写真です。見た目は日本の、救急車とあまり変わらないんですけれども、こっちの右側の中を見ると一目瞭然です。ほとんどの救急の資機材は入っていなくて、正直ただ運ぶだけなんですね。で、医療機器は非常に高額で、そこまで海外の救急車の中は充実していないということが現実です。僕の作っているアプリは iPad とセンサー類を組み合わせて作っていますので、値段でいうと半額以下で作ることができる予定となっています。アプリを作ってフィリピンへの恩返しもしていきたいと思っています。はい、最後に来年度の活動についてお話しさせていただきます。 LINE の機能開発を続けていきつつ、今お話しした QQ のアプリも開発していきます。それで早いもので来年度で協力隊の任期も終了してしまいます。任期終了後は LINE やアプリ開発で IT の会社を設立して仕事をしていく予定となっています。予定です。それに伴って経営などについて学んでいきたいなと思っています。ですから IT に関するお困りごとがありましたら、ぜひご連絡いただければ幸いでございます。ご清聴ありがとうございました。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。13時41分頃に配信した LINE はお手元に届いておりますでしょうか。うなずいている方が多くいられる、届いている、安心しました。ありがとうございます。ここで今野隊員に対しての質疑等をお受けしたいと思います。どなたかご質問ありましたら挙手の上お願いしたいんですが、はい、関と申します。近藤さん、お疲れ様です。近藤さんのいろいろ活躍はいろいろ何ですかね、注視していろいろ聞いてたんですけども、今回まず同府大会で4つの賞をもらったってことは非常に素晴らしいことで、まずはおめでとうございますと言いたいと思います。今さまざまな LINE の開発をしているようですけども、来年に向けてさらに、スキルアップしたような LINE を開発したいという意向だったと思うんですけども、なんか具体的にどういうふうな今後LINE を開発したいのか、もっと詳しいところを教えていただければと思います。それから来年に起業すると言ってましたけども、もちろんこれは八幡平市でやるということでよろしいですか。まず起業についてお話しさせていただきますと、それこそ八幡大使の起業家支援センターに登記させていただいて、なので八幡大使で起業したいと思っています。それから、LINE の開発についてもっと具体的にというところで、今お話しした受信設定を入れて欲しい情報だけが取得できるようにするのと、それこそあとメニュー画面ですね。メニュー画面が受信設定を入れなきゃいけないので、もうちょっと見やすいものというか、もっとデザインに凝ったものを入れたいなと思っています。よろしいですか。昨年もちょっとこの件を聞いたんですけども、やはりこの LINE を普及するのと同時に、やはりユーザーもこうどんどん登録者も普及していかなければならないと思うんですけども、やはりその課題となる去年も言ったんですけど、高齢者に対してやはり何くらかのやっぱり今後こう高齢者が普及することによって、よりこういう過疎の地域ではこういう LINE が生きていってると思うんですけども、そういう部分に対しての対策は考えていますでしょうか。そうですね、一人一人に使い方を教えていければいいんですけれども、僕一人は正直難しいので、今後来年度その高齢者向けに何かできるか検討して、来年度なんか実施できたらいいなと思っています。先日ですね、大阪のある町で
やはりこういうふうな状況で高齢者の普及がなかなか難しいところで、やはりこう一人の方が講師で教えてるとなかなかこう細かいところまで教えれないということもありますし、高齢者の中になかなか入っていけないということで、地元の中学生がですね、集まってですね、例えば中学生2人に対して高齢者1人に事細かくこう書いて教えたり、こういうのもやってましたので、今日は教育長もいらっしゃってますので、ぜひこの教育現場で一緒にですねこういうのを開発していただきたいと思います。以上です。非常に参考になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に、星と申します。今 LINE 登録2000人ほどということでしたが、今野さんの目標は何千人というところなんでしょうか。またその具体的な方法等があったらお聞かせください。はい、今年今年度の目標にしていたのは、2000人を目標に活動させていただいておりまして、で、登録者数を増やすために、コミセンに、コミセンを回ったりだとか、チラシを配ったりだとかをさせていただいております。来年度もそうですね、コミセンで、説明会を開かせていただいたりとかをさせていただけたらなと思っております。目標は八幡平市の、人口の 10% を目標にしたいなと思っていたので、大体2500人ほどを目標にしたいなと思っています。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。よろしいですか。はい、それではこの単位ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今年度1年目の岡堀と申します。よろしくお願いします。まず最初に私の自己紹介からさせていただきます。岡堀麻沙と申します。出身は八幡平市旧松尾村です。で、高校卒業まで松尾村で過ごして、その後東京神奈川で暮らしていました。で、仕事は金融機関2社に勤務していて、昨年4月退職して東京から U ターンしました。そして5月から地域おこし協力隊として活動しております。こちらの写真が市内でもすごい好きな場所の一つのサラダファームに行った時の写真です。で、私が U ターンするまでの間のお話をいたします。もうほぼずっと金融機関にいたという状態なんですけども、まず最初に東京都に本店がある信用金庫に勤務して、窓口業務だったりお客さん対応をしたり、現金を常に触っているような仕事をしていました。信用金庫なので、その地域特有のイベントだったり、あとスポーツ大会のようなコミュニティ活動に参加する機会も数多くありました。で、ちなみに現金を数えるのが得意というか結構好きなので、今後大量に現金が発生するようなことがあればぜひ呼んでいただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、その後転職をして他の金融機関に移って、そちらでは本部のお仕事をしていました。なので現金に触れることもなく、お客さんと話すこともなかったんですけども、その分こう資金を動かしたりですとか、銀行とか証券会社と取引をするような仕事をしていました。そこでは各地方へ出張へ行くことも多かったり、あと日々情報交換をすることがあったので、その担当者の地方の暮らしを知る機会も割と多くて、地方の暮らしが身近で楽しい場所というふうに思うきっかけにもなったですが、東京で暮らしていて東京以外の暮らしってあんまり考えたことがなかったので、
て、こうふと地方で暮らすっていうのもいいなっていう思うきっかけの一つにもなりました。で、こんなこれまでとはガラッと変わったこの1年間の活動内容はご覧の通り、大きく3つあるんですけども、そちらをこれからご報告いたします。まずこちら活動内容の1つ目、県内外の移住イベントや LINE での移住相談の対応を行ってきました。移住イベントは主に東京で行われるものが多くて、来場者の目的は本当に様々で、漠然と地方移住考えているので、とりあえず来ましたという方だったり、いつか岩手県に帰りたいけど県内の各エリア情報を集めているところですっていう方だったり、あと驚いたのは先日八幡平市の空き家を購入しましたという方もいらっしゃって、でいろいろ話を聞いていくと、実はすごい自宅のご近所だったりっていうこともあって、本当にたくさんの方とこの1年間情報共有、情報交換ができたなと思っています。活動内容2つ目ですが、八幡平通信の運営、令和元年から運営が始まった市の移住定住情報サイト八幡平通信の運営を行っています。でこの1年間で多くの時間をかけて携わってきた業務かなと思っています。初代編集長で元地域おこし協力隊に講師をしてもらって、ライター講座を受講したり、あと県の移住コーディネーター向けの講座を受講して、で文章の書き方だったり、ライターの取材インタビューの仕方、そういった基礎的なことをたくさん学ぶことができました。と同時に記事を書いて、取材をして記事を書いて、で発信していくということを行ってきました。で市に住んでいるからこその旬の情報を市内外の幅広い世代の方に知ってもらうための情報発信を今日々模索しながら実践中です。こちらが1年間で書いた取材した内容の一部なんですけれども、暮らす人だったり会社、企業、お店、イベント、そういった幅広い内容、話題を取り上げて発信しています。ちょっと今ある写真が足路田山方面のものばかりなんですけど、実際は幅広く松尾西のエリアの取材と発信も行っております。で、そのインターネットのブログのほか、 Facebook、Twitter、Instagram、YouTube、 それぞれの発信を行っておりますので、ぜひ八幡平通信で検索して見ていただきたいです。で、次の活動内容ですが、移住者交流会の開催をこの間行ってきました。今回初めての交流会開催ということで、移住者交流会というテーマにしたんですけども、準備を進める中で地元の方からぜひ参加したいというありがたいお声をいただいたので、もう移住者に限らず、どなたでも参加できますよという交流会を開催した時の写真があちらにあります。もう移住者同士だけではなく、それぞれのことをいろいろ話題をで本当に盛り上がった時の様子で、アンケートの結果がこちらの内容です。で、貴重な機会、新たな出会いがあって嬉しかったですといった声もいただいたので、今後も引き続き比較していきたいなと思っています。で、今後の企画内容の参考として、お茶っ子交流会でしたり、八幡平うまいもの巡り、農業体験、スポーツ交流会といった声が、希望する声が多かったので、そういったことも参考に今後の計画をしていきたいです。
その他の活動ですが、こちらは IET ふるさと CM 大賞の応募作品を、これは私だけでなくみんなで協力して15秒の CM を作成しました。林道をテーマにした CM です。こちらをご覧ください。八幡平市の花、林道、生産から50年、日本一の産地です。全国の皆さんのもとへ大切にお届けしています。祈りと光の大地、八幡平市。はい、こちら の CM で、テーマ賞というのを受賞することができましたので、この特典として今年1年間で岩手朝日テレビで50回 CM が放送されますので、流れた際はぜひ注目してご覧ください。あと、今月完成したばかりの岩手県移住ビジュアルブックという本冊子があるんですけれども、そこでは、県内の移住コーディネーターの方々と意見交換をしながら制作の過程に参加してきました。で、八幡平市の、紹介のページでは、ジオファーム八幡平の船橋さんが先輩移住者としてインタビュー、写真とともに掲載されています。実際の本がこのテーブルの上にありますので、もし興味ある方は手に取ってご覧ください。はい、でこの1年間八幡平市で暮らしてみて、思ったことをまとめてみました。地域で暮らすためにやっぱ好きなものがあったり、その好きな場所があったり、興味の持てるコミュニティがあればきっと住み続けられるのかなと思ったり、あと地元の良さに地元の人が気づく喜びというのも、U ターンしてきたというと、東京からこの何もないところにどうしてみたいな声だったり、あとは一方で、こっちの暮らしもなかなかいいと思うから楽しみだねっていう声もあったりとかで、この地元の良さをすぐこう言葉にできるっていうのは嬉しいことだなと思って、今後暮らしていきたいなと思っています。で、交流会の企画とかも引き続きやろうと思っているんですけども、そうした時に誰かが常に責任を持ってやるというよりは、気の合う仲間と楽しいからやるとか、自分の住みたい地域を作りたいからやるとか、そういうふうな考えにつながるような活動を協力隊としてきっかけを作りたいなと思って活動をしていきたいです。で、最後に今後の活動ですが、来年度2年目になりますが、引き続き交流会、先ほどの通り盛岡広域エリアでの交流会が来年度開催が予定されているので、そちらで近隣の市町村との交流もしてみたいなと考えております。あとは U ターン層がもう周りにも結構 U ターンしようとしている人だったり、U ターンした人というのが一定数いるなとこの1年間感じたので、そこに着目して首都圏で暮らす岩手県出身者、東北出身者が集まるような場所、お店、そういうところで新たなつながりやきっかけの場を作ってみたいなと考えています。あとは他の地域で同じ移住定住に取り組んでいる事例や、協力隊の活動とか、実際に見て今後の活動の選択肢を増やしていきたいなと考えています。はい、私からの報告は以上となります。ありがとうございました。
はい、ここで岡堀隊員に対しての質疑等を受けたいと思います。どなたがございませんか。森岡広域振興局でございます。移住関係の事業については今年度また来年度もいろいろ連携させていただきますのでよろしくお願いしますということで、小堀さんも U ターンしてこられたということですけども、はい、じゃあ差し障りのない範囲で見てこうなんですけども、なぜ U ターンしてきたか、それから U ターンしてきて、実際に今まで気がつかなかった八幡平市の良さとか、なんか気づいたことが、外にできたことによって気がついたことがあるかどうか、それから、来年度、じゃあ I ターンの方、U ターンの方、それぞれに、八幡平市の良さとして、どういうところをアピールしたいか教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。U ターンのきっかけは、いろいろありますが、一つは、そうですね、ここ数年のコロナということもあったんですけども東京で平日仕事をして週末近隣の地方で過ごすっていうこともすごく増えてきてそういう時のこう落ち着くリラックス感とかなんか今までそこまで感じてなかったんですけどなんかそこまで東京にこだわらなくてもこう暮らしを楽しめるなっていう思いがこう年々強くなってきたというのもあるかなと思います。で、実際に U ターンしてみて、する前は本当車の運転でしたり、雪の量だったりとか、こう不安が、楽しみというか不安の方がまあ多かったんですけども、実際来て、運転だったり、雪かきだったり、体験してみると、それぞれを、楽しみながらできてるなということが後から思ったんですけどもちょっと時間はかかるんですけどこっちに来てみたら意外とこうこっちならではの楽しみがあったり温泉も、昔住んでた頃はそんなにこうありがたみもなく近くにいっぱいあるっていう感じだったんですけども今帰ってきてみるとその日の気分によって今回はあっちの温泉行こうかなとかそういう選択肢が常にあるっていうのが今思うとすごいありがたいなと思ったりとかあと、なんか満員電車から解放されるっていうのは結構他の多くの移住者が言ってると思うんですけど私も確かに満員電車から解放されることを想定していたんですけどその分こう朝起きて雪かきをしたりとかそういう別のこう辛さっていうのもあったりとかするんですけどでも逆にその雪かきをした後に飲むあったかいコーヒーがこれまでよりもすごい美味しいなと思ったりなんかこう辛いこともあるけどそれぞれ楽しみもちゃんとセットであるなというふうに感じているのでそのもしこれから U ターンとか I ターンとか考えている方にはそうですね実際こう不安もあるけどその先に楽しみも結構ありますよっていう話をしたいなと思います。すいません以上です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他にございませんか。よろしいですか。はい、それでは岡堀隊員ありがとうございました。ありがとうございました。準備が整いましたので、最後に今年度で、卒業を迎えます吉田優香隊員です。お願いいたします。はい、令和4年度の活動報告をしたいと思います。まず本日は、自己紹介をして活動の内容を紹介して
活動内容と被るところはあるんですけれども、実績紹介をさせていただきます。その後、ご紹介にもありましたように、3月いっぱいで卒業いたしますので、卒業後の予定をお話しして、最後に協力隊の3年間を振り返ってのお話をしようと思っています。自己紹介です。岩手県盛岡市生まれです。盛岡白百合学園高等学校を卒業しました。3年間の活動でだいぶ目立ったかと思うんですけど、私を知らない人がほとんどだと思いますので、あまり語ってこなかった部分を今日はちょっと簡単に自己紹介としてお話ししたいと思います。10代後半にアメリカのロサンゼルスに留学しました。当時は国家資格を取り立てで、男性社会の技工士会でやっていくにはちょっと強みがないと、生き残れないなと痛感していたので、箔をつけようと思ってインプラントの勉強をしにアメリカに行きました。実際はですね、すごいカルチャーショックの連続でした。アパートで寝ていて花火の音だと思って起きたら銃声だったとか、知らずに安いからいいなと思って選んだアパートがギャング街のアパートだったとかっていう、なかなかスリリングな10代だったんですけれども、インプラントの学校を卒業した後、約1年間ビバリーヒルズとアナハイムスタジアムのすぐ近くの技工所で働いていました。アナハイムは、大谷翔平さんの所属するチームの、エンジェルスの本拠地で、アナハイムスタジアムの近くに住んでいたこともちょっとした、自慢に今ではなるかなと思います。帰国後、盛岡の技工所に勤めましたが、東日本大震災の影響で流通がストップしたこともあり、1年間お休みをいただいて国際ボランティア団体 AAR Japan に入社し、被災地支援をしてきました。その後結婚し、出産を経て岩手医科大学で厚生労働省研究委託事業の一つである難病研究の事務局として働いていました。そこで、日頃から感じていた体の不調と研究していた難病の症状が似ていることから、先生にちょっと相談をして検査を受けたところ、自分が研究している難病だったっていうことが、診断を受けました。本当はステロイドとかお薬を飲まないといけないんですけれども、ステロイドを飲むっていうことは結構体に大きな負担がかかってしまうっていうのを、仕事柄その事務局で研究の内容とかもちょっと見ていましたので、できるだけお薬を使わずに治療していきたいな、子供たちもまだちっちゃかったので、できるだけ薬を使わずにっていうことで、主に食事療法を研究しながら日々を過ごしていました。でそれとともに、やっぱり自然の豊かなところで過ごすというのはとても体にいいことだというふうに考えておりましたので、八幡平市はすごくこう魅力的な土地に移っていて、移住するならできたら八幡平市とか自然が豊かなところがいいなと思っていました。そんな折に長女がちょうど小学校に入るタイミングが来ましたので、これはぜひ、八幡平市で子育てをしてみようと八幡平市に移住しました。そして、令和2年から地域おこし協力隊に着任し、移住定住促進係として八幡平市の魅力の発掘と情報発信を主な任務として活動を始めました。協力隊での活動内容は先ほど岡堀さんが発表してくださったのとほとんど同じというか、同じ内容のものを2人で一緒にやってたんですけれども、その他の任務として、3年間を通して CM を制作してきました。詳しくは実績で解析させていただきたいと思います。今年度岡堀さんと一緒に活動していたので、内容は岡堀さんの発表をちょっと思い出していただきながら聞いていただけたらと思うんですけれども、私からは着任時の3年前からの大まかな流れを紹介させていただければと思っています。
着任前は、ブログとツイッターのみで情報発信をしていたのですが、着任してからインスタグラムとフェイスブック、YouTube のアカウントを開設して、さまざまな年齢層に周知できるように連携した情報発信を開始しました。その結果ですが、平成28年度に移住定住情報サイトが作られて、で令和元年に八幡平通信のブログの運用が始まりました。情報発信の指数を PV 数という指数でカウントしてきました。 PV 数はウェブサイトで表示されたページの観覧数を指しています。ウェブサイト全体や特定のページがどれくらいユーザーに観覧されたかを知る指標になります。八幡平通信が始まったのは令和元年なんですけれども、その前にやっていた、移住定住情報サイトから比べると、今年で約18倍に成長しました。これはやっぱり地域の皆様とか関係者の皆様が一生懸命情報発信するときに八幡平通信、八幡平通信と言ってくださったおかげだなっていうのもありますし、八幡平市に興味を持って情報をクリックしてくださった、情報検索してくださった皆様のおかげだと思っています。なのでこれからもぜひぜひ八幡平通信というのを市内外の人に広めていただければと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。次は移住イベントについて3年間の実績を紹介したいと思います。着任1年目は、感染症の影響もあり東京での開催が難しかったイベントなどもありまして、オンラインに切り替えて行う試みが、取られました。でそこで通常でしたら大きな会場でたくさんの人を呼んで開催されていた移住イベントだったんですけれども、オンラインで移住イベントを継続させるという試みが行われました。で3年間の合計で約17回東京で開かれたイベントに参加し、八幡平市の魅力や暮らしを、PR してきました。イベントでの相談者数の合計は約ぴったり260人でした。でそのうち27名が八幡平市に移住しました。協力隊の活動の中で印象が深かったのが、ふるさと CM 制作でした。動画をどうやって作ればいいか全く分からず始めた1年目、平館高校の生徒会の皆さんに協力してもらいながら一緒に悩みながら制作したことがとても懐かしいです。撮影をきっかけにその時の生徒の一人には今でも会うことがあります。その生徒のおばあさんには、子どもたちが髪を切ってもらったりして交流が続いています。2年目には先輩が卒業して一人で担当をこなさねばならなくなって仕事に追われて体調不良も重なってギリギリまでテーマが決まりませんでした。関係者の皆様には本当にご迷惑をおかけしましたが、ちょうど季節的に本州で一番紅葉が早く始まる三井市山に登って撮影した絶景をテーマにすることにしました。タイムラプスという技法を使って普段は体感することのできない雲の動きなどを見ることのできる映像で八幡平市の絶景を表現しました。おかげさまで CM に感動したと街で声をかけていただくこともあり、すごく大変な時期の撮影だったあの頃を思い出すと、支えていただいた皆様や関係者の皆様には本当に感謝でいっぱいの作品になりました。さらに CM 大賞まで受賞することになり、去年はテレビで年間365回放送、YouTube では IAT のアカウントと合わせて約1800回再生されました。去年のものではあるんですけれども、せっかくなのでちょっと見ていただければと思います。終わり、祈りの時期を迎えた頃、山々は紅葉で色づく
ます。伊勢大学に入りまして、八幡大使とこういう、まあ、絶景をアピールした支援になります。続きまして、移住者向けの交流会については岡森さんの方から発表があった通りなので、個人で行ってきた交流会について紹介したいと思います。左端下にあるのがですね、ポテチパーティー in 氷炭池というイベントをやった時のものです。最初はですね、私がポテチ大好きという投稿を Facebook でしただけなんですけれども、そこにあのポテチ美味しいよね、このポテチ美味しいよねっていう話が盛り上がって、あ、これはなんかこうイベントとしてできるのではないかと思い、発表し、そのコメントしてくださった方に声をかけて、みんなで好きなポテチを持ち寄ろうと、まあ、場所はせっかくだからちょっとお天気も良さそうだし、ひょうたん池なんか子供たちを走り回らせるのに楽しくていいんじゃないかと言って企画したところ、参加者は子供含めて11人だったんですけど、1人1個のポテチのはずが、私これ大好きっていうのみんながいっぱい持ってきてくれたので、11個どころじゃなくたくさんのポテチと、あとはなんかちょっとポテチとは違うんだけどこのお菓子好きなんだよねっていう子供たちが持ってきてくれたお菓子で、すごい大盛り上がりのイベントになりました。真ん中はですね、七しぐれ山荘で行った裸足で踊ろうというダンスイベントだったんですけれども、10人くらい集まればいいやと思って企画したらですね、なんと79名の方が県内外から集まってくれました。ちょうどコロナとかで、街中というか、まあ、都会っていうのもあれなんですけど、結構人が集中するようなエリアの、子どもたちにとっては、まあ、体育館で遊んじゃいけないとか、あと公園で遊んじゃいけない、あとはできるだけお家の中でおとなしくしてなさい、ご飯を食べるときも静かにしないといけないとかっていう、いろんなものがこう、なんていうんでしょうね、制限がすごく多くて、いろんなものが溜まってる時期だったんですね。で、親御さんも本当はお外に行って遊んでらっしゃいって言いたいけど言えない状態で、で家の中にいると当然親子ですから喧嘩になったりとかして、で親も子供もちょっとストレスがたまるっていう時期だったんで、まあ七しぐれだったら周りにそんなに人がいるわけでもないし、こんだけ大きな空間だったら、まあなんて言うんでしょうね、思いっきり走り回っても誰にも文句言われないんじゃないかっていうところから始まったイベントだったんですけれども、すごくこう皆さん楽しみにしていろんな人に声かけてくださって、次から次に人が集まって おかげさまで大盛況、79名の方に参加していただけるイベントになりました。右下はですね、お下がり交換会の時のお写真です。着れなくなったお洋服を交換するっていうだけのイベントなんですけれども、八幡大使って実は子供服を売ってる場所っていうのが数箇所、本当に数えるくらいしかないんですね。で、子供たちってすぐ大きくなっちゃう。で、そういう背景から、じゃあみんなで交換したらいいんじゃないかっていうところで始まったイベントだったんですけれども、これもすごく好評で、今後も私一人じゃなくて他のお母さんたちがやろうやろうって言ってくださっているの でいろんなお母さんたちと協力して、また今後も引き続き、継続的に開催していけたらなというふうに予定しています。右上は寺田小学校で開催されている、地域の方が来て読んでくれる読み聞かせ会なんですけれども、おかげさまで3年間続けて読み聞かせに行かせていただきました。今年からは、市内すべての小学校に電子黒板が整備されて、読み聞かせもそれで行っていいですよっていうふうに言ってくださったので、初めて読み聞かせを電子黒板でやった時だったんですけれども、すごくやりやすかったです。今まではこう子どもたちに絵本を見せながらこういう感じでこう文字を彫って
こう読み聞かせることがあったんですけど、電子黒板になってから置いて読むことで、あの子どもたちからも字がじゃなんて言うんでしょうね、こう覗き込んで読まないので邪魔にならずに字を見てもらえるし、絵も見てもらえるし、で、まあ、ちょっと薄い色が薄いかなっていうところはあったんですけど、あの絵本の絵を見てあのいろんな反応をしてくれるようになったりとかですね、あのすごくいい取り組みだなと思いました。で、そんなこんなでたくさんの、この他にも実はたくさん市民向けの交流会やったんですけれども、今日はちょっと時間がないので割愛させていただきます。はい、あっという間の3年間でしたが、今年で卒業です。卒業後は、おかげさまで大武家コミュニティセンターさんに、内定をいただきましたので、業務というか、事務全般と、あとは婦人学級市民講座の企画運営を主に担当させていただく、予定になっております。で、週4日勤務なので、それ以外の時間は今まで続けてきた個人事業の続きというか延長をずっとやっていこうと思っています。で、主に、動画制作の依頼、セミナー動画の依頼であったり、あとはですね、社内向けの教育ビデオの制作であったり、あとはホームページの制作、EC サイト、の制作、あとはパンフレットとかのデザインを単発でお仕事いただくことがあって、で今後もそれを引き続き、続けていければなと思っています。で、一応関わってはいたんですけれども、今年から改めて正式に総合型地域クラブ設立準備委員会として、活動していく予定です。で、主に、市内で、伝統コミュニティセンターを会場にすることが多いんですけれども、八幡平市内全体の方にぜひぜひ参加していただきたいイベントなので、できれば各コミセンを使って、イベントを開催していけたらなと思っています。はい、最後に、協力隊を振り返って言えることはですね、本当に感謝の3年間でした。この写真は一番最後に制作する動画、岩手山サービスエリアのウォークインゲート紹介動画なんですけれども、そちらを撮影した時のお写真です。皆さんに本当に協力していただいて、楽しく撮影を進めることができました。思い返してみると、慣れない環境で壊れたパソコンと格闘するところから始まった1年目。自己紹介でお話しした通り、情報発信や動画制作とは全く面のことをしてきましたので、あまりにも知識がなくて、見かねた先輩たちがパソコン貸してくれたり、鬼のタイピング特訓といっていろいろ付き合ってくれたりして、書類制作や活動計画のために遅くまで付き合って指導してくださった担当職員の皆様、たくさんの方々に本当にお世話になりました。先輩がいなくなって、本当はもう一人協力隊が採用になるはずだったんですけれども、ちょっと手違いがありまして、一人で移住定住支援と情報発信をすることになった2年目。講師ともに重なりすぎて追い詰められるような感じになってしまって、鬱になってしまいました。休職したこともあって、周りの皆様には本当にご迷惑をおかけしました。それでも支えてくださった関係者の皆様のためにも頑張らなきゃと意気込んだ3年目。後輩が入ってきてくれたことで意識も変わり、仕事も効率よくこなせるようになり、仕事が楽しくなりました。卒業に向けて取り組んだ個人事業も次から次へと発注をいただいて、
途切れることなくお仕事をいただきました。本当に感謝でいっぱいです。仕事だけでなく子どもたちの保育園や学校関係者の皆様、保健師さんたちやベビーシッターの先生、病院の先生、発達障害支援施設の皆様の支援のおかげで私たち親子は本当に幸せです。八幡平市に移住して本当に良かったと心から思います。一人で頑張らなくていいんだよと迎え入れてくれた関係者の皆さん、八幡平は本当にあったかい地域なんだよといつも市外の人に自慢しています。冬は寒いのもしょうがないけど、雪はいろいろ楽しませてくれる、とってもいいものだし何より美しいものなんだよ、いつも市外の人に自慢してます。改めて市民の皆様には支えられてばっかりでまだそんなに役に立つことはできていませんが、これからできるだけ皆さんに恩返ししていきたいと思っています。本当にこの町の協力隊になれてよかったと心から感謝でいっぱいです。この町が大好きです。ご清聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは吉田隊員に対しての質疑等ございましたらお願いいたします。はい、審議会の初田と申します。よろしくお願いします。石田さん、3年間本当にご苦労さんでございました。ちょっと、本編とはちょっとかけ離れちゃうかなとは思うんですが、お子さんがいらっしゃって、でその子育て真っ最中ということで、一応ですね、八幡平市、市長はじめ子育て対策をいろいろ考えて、他の市町村よりはかなり力入れてるんだぞっていうような、スタンスでやってるんですが、率直にですね、私の子育て環境と、いいとことか悪いとか、いろいろありますけども、そういうところは率直な意見としてお聞かせ願えればなと思います。よろしくどうぞ。はい、一言で言うならば素晴らしいところだと思います。それは政策ももちろん素晴らしいんですけれども、とにかく自然が豊かっていうところが子どもたちの子育てにはすごくプッシュできるとかというか一番いいところなんじゃないかなと思います。でそれ以外にも、ちょっと私の子ども発達障害がありまして、で八幡平市にはそういう障害者向けの施設っていうのは今のところまだない状態っていうのが現状なんですけれども、その代わり、地域の外というか、周りの市外にある施設に子どもを通わせるって言った時に、無料で通わせてもらえるっていうすごく素晴らしい政策というかがあります。で実際モンテッソーリ教育の発達障害の支援の、施設が、近くというか、滝沢市にあるんですけれども、でそちらに通うとなったら、本来それこそ都会でモンテッソーリ教育を受けようと思ったらものすごい大金を払わないといけない。で すごくこうそれくらい水準の高いというかすごく有意義な教育を無料で無償で、受けさせていただける八幡平市っていうのはすごいところだなと正直思っています。でその通うって言った時もちょっと距離があるじゃないですか。そこを、送迎してくださるって言った時も送迎費も八幡平市だと無料で送迎してもらえる。でそういう制度があるっていうのは本当にすごくいい子育て支援の町だなと私は率直に感じています。はい、そしてハローインターナショナルスクールができたことで
まあ、私の子供が入っている小学校に、その学校の先生の多分お子さんだと思うんですけどが入って入学して来られたんですね。で、中には英語しか喋れない、日本語全く喋れない子もいたんですけど、そしたら先生が教えたわけじゃなくて、子供たちが習った習いたての英語で必死になってコミュニケーションを取ろうとするんですね。で、日本語全く喋れない子はその日本人のその姿勢を見てというかすごく感動したみたい で自分も一生懸命になって日本語を覚えよう。で、そういう教育が自然にできるっていうのはすごく何て言うんでしょう、日本国内でも水準が高いんじゃないかな、教育レベルがすごく高くていい環境なんじゃないかなと私は思います。すいません、答えになったかちょっとどうかわかんないんですけれども。はい、ありがとうございます。私の孫も実はその盛岡市内のアパート暮らしをしてまして、で、実際遊びに来るとですね、家の中から外から走り回って騒いで、誰もそれをとがめることもなく、こういうのをこういう子供にとってはこういう環境がもう一番いいんだなとは思っております。今おっしゃったようにですね、なことをできればその大麦込み線でまだ長く勤められるということですので、そういうことをぜひ情報を発信していただきたいなと思っております。はい、以上です。はい、ありがとうございました。星と申します。八幡大使の教育レベルが高いとお褒めいただきましたので大変嬉しく思っているんですが、取り組みの中でもですね、子どもたちに関わる読み聞かせであったり、七しぐれ山荘での活動であったり、子どもたちとのさまざまな体験活動に取り組んでいただいたと、ありがたいことだなと思っております。で、一つお聞きしたいのは、3年間の中で移住者が27名、すごいことだなと思ってお聞きしたんですが、もし可能であればこの27名、どちらからお越しいただいたのか、内訳など教えていただければと思います。ちょっと資料があるんですけど、すいません。ですね、今手元にある資料で見る限りだと札幌市とか、あとは盛岡市の方もいらっしゃいますね。あと、そうですね、今ちょっとパッと資料を見て分かるのは札幌市とか盛岡市の方が多いです。で、ちなみに八幡平通信を見てくださっている方は、盛岡市の人がすごく多くて、で、一番近い、なんて言うんでしょうね、都会というかから見てすごくいい環境なんじゃないかなって見てくれているように思います。はい、よろしいですか。はい、他にございますか。内容フリースペースクラブの吉田と申します。元、協力隊で、去年私がゆうかさんのところに、座って、喋らせていただいてました。質問でも何でもないんですけれども、今日私ここに来て、1年間の私8万ミシェルさんの、ゆうかさんの発表会なんですけれども、1年間僕八幡平で生き残ったんだなというのを感じているところで、あります。そうですね、八幡これから多分、協力隊を卒業されて、で、今まで協力隊という枠内でやってたところから一人立ち、されることになると思
思うんですけれども、いろいろこれまでと違った八幡平の楽しみ方もできると思いますし、これまでと違った、辛いこととか、困りごとも出てくるかと思います。で、まあ、ちょっとこちら側を見てみると、八幡平の地域おこし協力隊の、頼もしい後輩とかも、いまして、まあ、たまに私も「あ、近田さん、後輩行きませんか?」みたいなことを言ってもらったりしてるんで、ぜひこの協力隊卒業した後も、いろいろ協力隊同士協力して、まあ、協力隊なので、文字通り協力して八幡平を盛り上げていっていただけたらなと思いますっていうだけのただの、メッセージでした。3年間お疲れ様でした。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。他にございますか？いませんか？この会が終わってからも若干隊員はいますので、その時にはお声掛けをしていただければなと思います。それでは、吉田隊員ありがとうございました。はい、3人の、地域おこし協力隊の皆様、大変お疲れ様でございました。で、まず八幡平市地域おこし協力隊活動報告会ということで、多くの皆さんに今日は、参加をしていただきました。皆さんが、この地域おこし協力隊の活動に、本当に興味と関心を持っていただいているんだなということを、まあ、改めて感じた次第であります。大変ありがとうございました。まあ、好評ということでありますが、皆さんが、発表した通りなのかなというふうに、まあ、思うわけでありまして、私がそれに対して、それをこう好評というのもちょっとおこがましいところはあるわけではありますが、少し感じたところを、一人ずつ、お話をさせていただきたいと思います。今野俊哉さん2年目ということで、大変お疲れ様であります。消防署員ですかと、いうことで、外国での活動とかですね、多彩な経歴を、まあ、持っていらっしゃったわけでありますが、今回の3人の隊員の中では、唯一スパルタキャンプに参加させて、していただいての、隊員に加入されたというようなことであります。まあ、このつながりが非常に大きなですね、運命を変えると言ってもいいぐらいの大きな出会いではなかったのかなというふうに思いながら、聞いたところであります。まあ、ご案内の通り、防災行政無線につきましては本当に多額なですね投資をしながらも、なかなか聞こえなかなかというか聞こえない、もうそういう苦情がいつまでも合併前から同じような苦情がずっと続いてて、デジタル化をしても改善もなされずに、なかなか厳しい状況に、まあ、あったわけでありますが、ここでですね、この LINE を使っての、 その情報発信ということでは、非常にこれまで課題でありました部分が解消できている分、非常に大きなものがあったという、大きなものがあるというふうに思っております。まあ、2000人近くが利用されているということで、市外の方もですね、利用されておりまして、提出届を出されてきて、東京などに出て行かれる若い方々とか、まあ、そういった方々も LINE でつながりながら八幡平市の情報を入れるというようなことで、大きな評価をいただいたもので、いただいているところでございます。まあ、これから自分が欲しい情報とかですね、そういったことをさらにこう開発していっていただけるということで、非常に頼りにしておりますし、頼もしいなというふうに感じながら、まあ、聞いたところであります。スパーク東北での4つの受賞ということで、まあ、前からもいろいろ話聞いていましたが、副賞はいただきましたか？表彰状だけでしたか？はい、ドコモさんにお話をしに行って、それがつながるかもしれない、これが副賞になるかなというふうに思っております。来年度は IT の会社を設立されるということであります。いよいよその企業に向けてのですね、準備の1年間になるものというふうに思っておりますので、頑張っていただければと思います。岡堀さん、
1年目ということで、まあ、いろいろですね、環境に慣れるのも大変だったというふうに思います。まあ、私と同じ高校の同窓生でありまして、東京で非常に揉まれて頑張ってきたものと思っておりますが、地方出身で東京に出られて、そしてお話にもありましたが、地方と触れ合い、なんなら地元に戻ってくるというようなことで、まあ、帰ってきていただいて、まずはありがとうございましたと、まあ、そういうお話でも申したいと思う、申し伝えておったところではあります。ふるさと回帰支援センターでのですね、移住イベントも、何回も多分行かれていらっしゃるかと思います。ふるさと回帰支援センター議員の皆さんもとかですね、まあ、行ってらっしゃった見た方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、ふるさと回帰支援センターの中でそれぞれ都道府県のブースがあります。それぞれの都道府県ごとにですね、環境が違うなというところを感じているわけでありますが、まあ、岩手県のコーディネーターの方もまあいらっしゃるわけですが、いろんな情報は提供していただけますが、なかなか仕事の紹介とかですね、そういったところまで結びついていないなというようなところを感じています。私ももう何回も言ってますけども、まあ、その中で山梨とかはですね、山梨県のブースの中にハローワークの方も実際いらっしゃって、そして仕事もつなげるというようなことで、非常に大きな成果をそのふるさと回帰支援センターの中で挙げられている、まあ、まさに中ではですね、本当に非常に、素晴らしい取り組みをされているなと、県を挙げてやられているなというふうに感じるのが山形で、ありました。まあ、我々も、いろいろふるさと回帰支援センターではですね、八幡平市のことも非常に取り上げていただいて頑張ってはいただいておるわけでありますが、さらに県と共に、そこの場で、移住につながるような取り組み、特に仕事の面で、頑張っていきたいなということを岡堀さんのお話を聞きながら改めて感じた次第で、あります。そして、まあ、移住者交流会ということで、この間もちょっと聞いたわけではありますが、いや本当にですね、八幡平市に移住してきた人たちがいろんな悩みを抱えているというふうに思っておりますが、その方々が触れ合えて、悩みの解消あるいは体験を通じてですね、ますます八幡平市を知るという意味では非常に良い取り組みをしていただいたなというふうに思います。ふるさと支援対象は、昨年の対象に、続いての快挙でありまして、ですね、まあ、ゆかさんの時にもお話ししようと思っておりましたが、CM 対象365回テレビ CM 全国放送でですね、500万円ほどの、経済効果が、お金に換算すればそういう効果があるそうであります。多分70-80万円ぐらいの今回の賞でもですね、そういった経済的な効果があったのかなということで、非常にありがたいなと思っております。1年目という1年がまあ終わったわけでありますけれども、まあ、2年目が、その卒業後に向けたですね、まあ、自立なりわいの創出、まあ、それに向けての非常に大事な年であるというふうに思っております。どうぞこれからも頑張っていただければと思います。それから吉田優香さん、今回で卒業になるわけでございます。インプラントの勉強でアメリカに行かれたというような話、写真はなんか前にも見せていただいたことがあったかなと思っておりましたが、まあ、そういう歯科技工士という立場からですね、本当に転換された今のこの八幡平市での活動だったというふうに思っております。八幡平通信がプレビュー数が18倍になったというのは、まさに吉田優香さんがこの3年間の取り組みの中で右肩上がりに増えてきた、まあ、そういった実績でありますので、非常に感謝を申し上げたいというふうに思っています。個人で行った交流会のお話等々も、まあ、あり、非常に、まあ、有意義な3年間であったというお話も聞いて、本当に安心しました。2年目の最初の時にですね、私と面談した時にいろいろなんか悩み事を並べ立てられながら、あれこの子は一体どうなるんだろうなって実は思ったりして、非常に心配した時期もありましたが、まあ、こうやってですね、3年間暮らしていただいて、このように素晴らしい発表していただいたというのは、本当に大きく成長したなと私が言うのもなんですが、ね、そんな感じを受けながら、ね、話を聞かせていただいたところであります。まあ、OK の小見線でも
小道年のですね、事業はやればやるほどいろんなことが出てくると思いますので、その持っている力を十分に発揮していただいて、頑張っていただければというふうに思います。改めてですね、3名の方、本日は素晴らしい発表をしていただきました。私から改めまして、感謝の意味を込めまして御礼を申し上げたいと思います。大変お疲れ様でした。そして今後ともよろしくどうぞお願い申し上げます。